新型コロナワクチンを接種して副反応が出た人に対して自己負担した医療費の半額を見舞金として独自に支給することを決めた愛知県きょう開かれた県の会議で今月12日から昨日までに61件の申請があったと報告されました愛知県の見舞金は去年2月以降に接種を受けて副反応が出たあと 国のの救済制度にに申請してて市町村の調調査査委員会で調査を受けた人が支給対象になっています。県内では今月19日までにアナフィラキシーなどで123人が国の制度に申請したということで愛知県は事務処理を迅速にして見舞い金の支給を進めるとともに県の制度についてさらに周知徹底を図っていく考えです。